柴中座ブロウ芝中座ブロウ1934年10月3日は日本の船舶工学者東京帝国大学教授貴族院男爵議員男爵柴しげの長男として生まれ1907年3月18日に男爵を就職した1894年東京帝国大学工科大学機械工学科を卒業大学院に進み 1896年に同大学女教授となった。1899年からイギリス・フランス・ドイツに留学し、1901年に帰国。直ちに教授に任命され、後に3度にわたって評議員を務めた。1902年には工学博士号を取得。1906年から海軍大学校教授も兼ね、機関将校の育成に当たった。その他、 特許局審判官、日本機械学会評議員、会長、日本海事協会評議員、幹事、理事、理事長、帝国飛行協会評議員、理事などを務めた。1917年11月17日に、貴族院議員補欠選挙で、男爵議員に選出され、厚生会に所属して活動し死去するまで在任した。1923年、航空研究所所長に就任。 1932年に東京帝国大学を退官し、翌年に名誉教授となった。1931年に南満州鉄道株式会社顧問に就任し、さらに技術局の創設とともに技術局長となった。技術局長として満州科学工業株式会社、日満マグネシウム株式会社を創設し、それぞれ社長に就任した。ありがとうございます。